どこもかしこもボロボロだが、この家は割といい状態だ。今晩の宿は決まりだな。奥の部屋に置いてあるのは糸車。鉱山の採掘とは別に家でも働いていたのだろうか。下手にいろいろ触るなよ。元は妖精族の家、何かしらの魔法がかかっていても不思議じゃねえ。しかし随分と埃っぽいな。少しだけ片付けるか。床に人形が落ちている。動物が鎧を着ているのか。なかなか凛々しい顔をしている。壁の柱を見よ。年齢ごとに背丈が記してある。子供のいる家庭だったようだ。子供がいるとこんなにとっちらかるのかよ。バンルージュとのは綺麗好きなのですか。いや、第一俺は散らかすほど物を持ってない。だがマレノア様の卵が帰ったら、なんだかんだで俺が子守を押し付けられるに決まってる。そいつが散らかした後は俺が片付けをさせられるわけだろ。考えただけでも気が重いぜ。そもそも俺は子供が嫌いなんだよ。うるせえし勝手だしすぐ泣くし、何より弱い。ちょっとしたことでへばっちまうような生き物の面倒を見るなんざ寒気がするね。何かしらのきっかけがあればお考えが変わるかもしれません。その例えば家族が増えるとか。家族だ。この先も所帯を持つつもりはねえよ。これまでもこれからも俺は。なんだかどっと疲れたな。俺はもう寝る。では私が見張りに立ちましょう。お前たちも無駄話はそこそこで切り上げるように。セベ君、お前の心遣い感謝する。貴様に礼を言われる筋合いはない。僕はただ事実を述べただけだ。入学するときに絶対に捨てられないものだけを厳選して持ってきたつもりだったが、学園に来てからも物が増えておるからの。全部詰めたら段ボールがいくつになるやら。思い切って断捨離をして身軽にならねば。まずはあまり着ていない服を処分するとしよう。セベク、すまんが季節ごとに分けてベッドに並べてくれるか。はっ。では俺はチェスト周辺を。おう、頼んだ。わしは本と楽器を片付けよう。楽器は修正の趣味として続けたいが、どれもかさばるのが難点なんじゃよな。さて、まずは一番下の引き出しから始めよう。小銭とテスト用紙が同じ場所に入っている。1年 C 組リディア・バンルって2年前のテストじゃないか。なんだ、奥に何か突っかかって。これはキーボード。よく見ればキーがいくつかなくなっている。どんな使い方をしたらこんな壊れ方をするんだ。これは期限が切れたコーヒーショップの割引券。こっちは中身が固まったネイルポリッシュ。これらは親父殿に尋ねるまでもなく処分して良さそうだな。茨の谷にいた頃から家事が苦手な人なのは分かっていたが、本当に一人で石竜の国に行かせて大丈夫だろうか。やはり俺もついていくべきなのでは。あ、いや、まずは目の前の片付けに集中だ。次の引き出しはお菓子の缶。中に何か入っている。まさか1年生の時に食べ残した菓子か。これは指輪とどんぐり。どんぐりは随分と古いな。ひび割れているし虫が這い出した跡もある。逆にこっちの指輪は
地金も宝石も曇り一つない。大きな宝石がついてるし、さぞ高価なものだろう。それを菓子の空き缶に入れるとは。ん？この指輪、どこかで見たことが。オーロラ色の宝石。突然、眠気が。シルバー、どうした？すみません。この缶を開いたら急に強い眠気が襲ってきて。缶？おお、このチェストにしまっていたんだったか。指輪とどんぐりが入っていたんですが、どんぐりは損傷が激しくて捨ててもいいですか？ならぬ。それは大事なブレスレットなんじゃ。ブレスレット？本当だ。よく見たら糸が通された跡がある。これはわしが過去に賜ったもので、一番価値のあるものだ。捨てるなんてとんでもない。マレウスですら羨んだお宝じゃぞ。あのマレウス様が。それは失礼なことを言いました。すみません。一緒に入っていた指輪は俺にも高価な品だと分かったんですが。ではこれは缶ごと引っ越しの荷物に入れておきますね。いや、わしが持っていくのはブレスレットだけにする。指輪は元の持ち主に返すとしよう。元の持ち主？お主じゃ、シルバー。俺？その指輪はわしがまだ赤子であったお主を見つけた際に首にかけてあったもの。え？お主が大人になったら渡そうと思っていた。成人には少し早いが、これを機にお主に返そう。まだ状況を飲み込めていないのですが、ありがとうございます。この宝石を見よ、シルバー。お主の瞳と同じ曇り一つないオーロラ色じゃ。この宝石のように我が子の瞳が悲しみに曇ることがないように、そんな切なる祈りをお主の両親はこの指輪に託したに違いない。両親。親父殿、俺は。シルバー、お主はこの指輪を持つにふさわしい立派な青年に育った。これからもこのオーロラの輝きに恥じぬよう生きよう。良いな。はい、ありがとうございます。